耳から学ぶ瞑想録愛と知恵の泉9.3 神聖への門出1神聖危機物語。あなたの周辺に愛の光が満ちています。あなたは闇から永遠に消えることのない愛の光の中に出てきたのです。今や労せず勤めず焦らず心配せずとも、愛の光は上空にあなたに沿い、あなたを包んでいます。あなたは愛の光の輪の中にあり、そこから外に出ることはもうできません。あなたは愛の光にとらわれた旅人です。どこに行こうと、あなたの愛の廃光があなたの行く手を照らしています。路傍に捨てられた赤子は、人が覗き込むとにっこり笑います。赤子は、どこにいても平安にまどろんでいます。あなたの真の姿は、赤子と同様に如来の創造された天使なのです。だから、あなたは、どこにいても、何をしていても、どんな状況下にあっても、愛という久遠の平安に包まれて、赤子のように笑っているがよい。北風の冬の河原に捨てられた赤子は、暖かい年猫の中で流れる雲をじっと見ていた。あなたは、冬の河原に、一人捨てられていても、いつでも、あなたは、愛という花園の中にいるのです。まるで、そこだけはいつでも春風が吹き、蝶が舞い、花々が笑い、かぐわしい甘い空気、優しい光、母なる大地と、父なる大空があなたを包んでいるように、あなたは、愛の中に静かに呼吸している、じっと流れる雲を見ている。愛は、あなたの意識の中に、天の父が訪れられた時に再び現れるのです。あなたは、あなたの一生が愛の中に誕生し、愛の中に生かされ、愛の中に引き取られるのだということをいつか気づくでしょう。死という暗い恐怖の幻影は、悪魔の差し掛けたコウモリ傘の影であって、愛の光は、たちまち、すべての心の覆いを取り払ってしまうでしょう。子供の伸びた髪を、バリカンで父親が刈り取るとき、子供は、しばしばじっとしていないものです。そこで、父親が、もう少しの辛抱だと言い聞かせます。死というのは、散髪の椅子です。古くなった肉体が、天の父によって刈り取られるとき、父に散髪されている子供のように、じっと首をすくめて、終わりを待つがよい。静かに、平安にしていると、万事が、うまく、父の思惑通り進行する。あまり、動きすぎると、バリカンが引っかかって痛い。あなたが逃げ出そうと暴れさえしなければ、父はあなたの頭をいつの間にか上手に丸坊主にして、それから申します。さあ、終わったよ、鏡を見てごらん。あなたが浄土に往生するときは、こんな風にいつの間にかきれいさっぱりと、五不精の髪の毛を刈り取られて、あなたの頭のあたりは爽やかに涼しく、青く光っているでしょう。